ピックスクラッチのやり方を教えてください。ピックを当てる角度を知りたいです。ピックがものすごく削るんですが、そんなもんなのでしょうか。やりやすい材質、ピックの厚さはありますか。ピックスクラッチはピックゴリゴリ削れます。あと歪ませてないとそもそもあんま出ないです。で、だいたい5弦6弦とかにピックギャッて突っ込んでやるんですけど、これがフレットに当たってガチ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 ってなっちゃうとダサいんですよ。厚めのピックの方がいいと思います。柔らかいピックとかだとペナって曲がっちゃうし、薄いやつだとこの弦との擦れる面積が狭いから派手にならないんですよね。こっち側に寝かせてってやる人もいるし、こっちに入れてってやる人もいるし、まあ、まっすぐぐらいでってやる人もいるし、でこれやってる時に他の弦がとか鳴っちゃってるとダサいので、他の弦はしっかりミュートしておく。結構ロックな感じにギューンってなるので楽しいですよね。頑張ってください。